皆さんこんにちは、渡辺玲奈です。今日は何の企画をやっていくかと言いますと、フリー音源クイズ。わからんよ。いや、わからんクイズだよ。むずくない？私絶対わかんないんだけど。いや、てかフリー音源ってあるじゃないですか、うん、私もレナさんも編集するときに、あ、この曲使おうって落としてくるものと思うんですけど、うん、あれタイトル適当すぎるんですよ。タイトルが、あまりにも、いやもう2秒でつけたろみたいなタイトルの曲が多すぎて、それを、まあ、今日はちょっとクイズにしていこうかなというふうに思って。ワンチャン当てられるってことね。そうそうそう。じゃあ例えばね、例題、これ多分私もレイナさんも使う BGM なんでタイトル知ってると思うんですけど、使うじゃないですか。使うんですけど、はい、タイトル知らないです。YouTuber じゃないこいつ。なんか私保存するときに、自分で分かりやすいタイトルにしちゃうんだよね。どういうこと？これだったらなんか日常1みたいな感じで、日常ちょっと暗いトーンみたいな、なんか自分でつけちゃうのよ名前を。だから原曲の正式名称多分一個も知らん。信じられない。勝手につけちゃう。のんびりとか。私全部レイナさんが使ってないやつ探してきたのに。ああ、じゃあ使ってるやつでよかったってことだね。これカエルのピアノっていう、まあ、多分 YouTube でよくよく聞く曲なんですけど、カエルのピアノっていうタイトルの曲なんですよ。確かに一度見た記憶がないこともない。ぴょんぴょこぴょんぴょこして、まあ、カエルのピアノっていう表現がすごい合うじゃないですか。こうやってフリー音源にもタイトルがあるんですよ、今日はそのフリー音源のタイトルを当てていただこうというゲームでございます。一応全5問、まあ、用意まずはしてます。はい、もしニアピンでも当たったら、じゃあなんかのお菓子景品に持って帰っていただきます。やった。うちらお菓子で点上げになると思われてる。それでは企画いってみよう。では第1問。なるほど。聞いたことあるよね。あります。ある。クソダンあり。どうぞどうぞ。クラリネット入ってると思うんだ。あ、でもそうか。クラリネットじゃない？クラリネットが入ってるかどうかは別の問題だけどね。ピクニック。あ、まあまあ、でも言いたいことはそういう、そういうイメージだよね、クラリネットのお散歩。あ、違うな。どういう感じの曲ですよっていうタイトル。あ、そっちか。ルンルン。あ、ちょっと近い。そういう系なんだ。そっち系ね。ふぅ。ほがらか。あ、近い近い。お、ほがらかルンルンはかなり近い。お、ほがらかルンルン。そのニュアンスと擬音っていう組み合わせが、あ、曲の組み合わせなんだ。ニュアンスと擬音だから、ほがらかにルンルンみたいなことだったり、ほがらかルンルンか。トゥ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 。難しい。やだ、分かんなくてやだ。スマイルキラキラみたいな。お、スマイルキラキラ。ブーブーだって。近いとかじゃないの。ほがらかルンルンのが近かったな。でもさ、近いって言われるとそれに似た言葉が分かんなくなっちゃうんだよね。そういう病気にかかってるんだよね。ちょっと後半の擬音は当たりようがないので、そんなに当たりようがない。当たりようがない擬音なの。まるまるプップーです。プップープップー。車プップーじゃん。プップー。ハッピープップーとか、そういう感じ。お、ハッピープップー。ブ。ほがらかが近いんだよ。にぎやかプップー。ブ。じゃあラスト。当てたくて当てたくて当てたくて。つらいよ。今んとこほがらかが一番近い。ほがらかが一番近い。にぎやかぷっぷ。残念。にぎやかぷっぷ。この曲のタイトルはほんわかぷっぷでした。ほんわか。
ほんわかパッパーじゃん。それもじってるってこと？わかんない。ほんわかパッパー、ほんわかパッパー、ほんわかほんわかパッパー。では、第2問。はい。聞いたことあると思います。うん、聞いたことある。ガラガシちゃん王様。まあまあ、そう、じゃあ違いますけど。そういう感じだよね、でも、まあ、そういう時使うやつだとか。そうだよね。ドタバタ運動会。チャー、違う。チャー。運動会というフレーズ、非常にいい感じ。あ、大掃除。違う。お引っ越し。結構。お、かけっこ競争という曲です。正解。ピノさんには後ほどチョコレート差し上げます。今競争まで言おうか。迷ったの。じゃあもう正解じゃん。後ほどチョコレート贈呈します。やった、大好き。続いて第3問。シンキングタイム。違います。子熊のお昼寝。違います。なんで、あ、なんで。あ、そんな感じする。そんな感じするよね。子熊のお昼寝。子熊っぽい。でも昼寝ほど穏やかではない。お、いい着眼点です。うん、結構ドーンバーン言ってる。サーカスみたいな感じ。サーカス。センス涙だけど。かわいそう、ピノコが。サーカスはもっとイエーイ。昼下がり。違う違う違う。昼下がりじゃないだろ。賑やかなイメージ。あ、本当？あ、そうそう。私すっごい落ち着いた曲だなと思っちゃった。じゃあ前半教えましょう。クレイジー〇〇。全然クレイジーじゃないよ。クラッカー。なんちゃいます。クレイジークラッカー。クレイジークラッカー。いい音だ。絶対違うけど今頭の中でクレイジートッポギって出てきた。パレード。じゃあクレイジーポップ。じゃあクレイジーパラダイス。なんか少女漫画みたい。クレパレ。訳すな訳すな。クレイジークッキング。正解。え、そうなの。すげえ。ピノコさんにはまたお菓子を差し上げます。え、今日こうやって帰る。第4問。これは当たりようがないです。知ってるかどうか。イントロみたいだね。歌始まりそう、これから。あーっつって。バンドっぽいよね。何々はどこどこをどうした。そんな長いの。俺は、あの子は。いや、もうちょっと突拍子もない人出てきます。タヌキはとか。カビラ。カビラは。タヌキは。タヌキみたいな。タヌキみたいな。そうそう。小鳥が。子グマ。子グマ。子ギツネ。子犬。猫。子猫。ウサギ。うま。あー、でもまたもう一回。ドゥンドゥルドゥン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 ドゥルドゥンドゥンドゥン。カエルはなんとかの夢を見た系じゃない。近い近い。そう、そういう、そういう、そういうニュアンス。何々はどこどこを目指した。牛。いや、目指さないでしょ、牛は。ひどい。これで人間とか言わないよね。野良猫。せっ。野良猫はどこどこを目指した。目指すわけないとこ言ってます。アメリカ。あー、突拍子のなさは近い。山脈。あー、アメリカの方が私は近いかもしれない。私は近いかもしれない。私が思うに近いと思う。雲の上を目指した。おお、え、近いよ。に、もうちょっと目指して、もうちょっと目指して。星の上。あー、つまり月の上。あー、つまり空の上。正解。宇宙。私、才能なさそう。ピノコの才能がありすぎてる。これ絶対聞いたことあります。お、最終問題。いや、これが使われる場面で言ったら、だいたいドッキリ大成功だよね。そうなんだよ。ただね、作者はそれを意図して作ってない。そうなんだよね。スパイ大作戦。体が勝手に動き出すようなノリノリのディスコビートをお楽しみくださいっていう。ホームセクションとスラップベースで熱いパートナンバー。ダンシング。ってない。
今までで一番近い。おこのタイトルすっごいバカなの。すっごいバカなの。ファンキーモンキーベイビー謝れ。君と朝まで踊りたい。なんかちょっとディープになったな。もっとはしゃいで、もっとはしゃいで。テキーラ。あー、今のとこ一番近い。おお。酒は関係ないけど。テキ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 。スプラッシュ。あー、今のとこ一番近いよ。つけるみたいな。そう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 。まるまるはまるまるっていうタイトルなんだけど、まあ、つまりそうなのねってことなのね。同じキーワード。どういうこと？どういうこと？かぶってるよみたいな意味が。そう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 。毎日がエブリデイみたいなこと。あ、そう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 。今夜はトゥナイト。あ、そう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 。そういうこと、そういうこと。宴のパーティー。だから一個キーワードが出たらもう当たるの。でもスプラッシュとテキーラが近いんでしょ？今んとこね、今んとこ。弾ける方。あー、違う。もっと身近である。もっと身近である。身近？身近でそんなアゲなことある？いやもうこの概念がアゲだよ。私は大好き。私は大好き。あなたも大好き。私も大好き。でも酒じゃないんだって。愛はラブ。私たちだなと思われてるの。愛だ。うんうん、同じカテゴライ、ね、サイダー炭酸水。面白い芸人の名前。芸人の名前みたいなみたいなことでしょ。そう。花火。ああ、同じカテゴライズ。同じカテゴライズ。クラッカー。ああ、ちょっと違う。花火と同じカテゴライズ？海。うんうんうん、同じカテゴライズ。難しいんだよなそれが。海だし。ゴビ。トロピカルフルーツ。ああ、だから同じカテゴライズ。南国ハワイアン。ああ、その辺をさ、なんか一言ドンって表すならなんて言っちゃう？え、爆上げ。それ一つで表したらもう爆上げになっちゃう。バケーション。リゾート。あー、近いんだよ。え、泣いてる？泣きそう。夏。夏サマー。夏はサマー。大正解。だけど夏はサマーって言うの。これドッキリの曲じゃないんだと思ってみたいな感じで。でも確かに夏休みだーってこう海に駆け出す感じはある、うん、そう、多分作者そのつもりで作ったんだけど、これドッキリにええやんって使われたらそう使われるか。ちょっとドッキリ大成功のイメージか。だからコンちゃんと出そうね。ドッキリ大成功ってやって曲名夏はさま。夏はさま。それでは皆さん、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。渡辺玲奈でした。バイバーイ。